さてさて、高速47号線をコペンハーゲンに向かって走っています。実は前回言い忘れたんですが、ドイツのアウトバーン、高速道路は無料なんです。そしてここデンマークの高速道路、こちらも無料なんですね。そしてここデンマークの高速道路の時速制限は130キロのようなんです。デンマーク、運転マナーとってもいいと思います。せやけど、国の首都機能が島にある、それってめちゃめちゃ珍しくないですか？それもデンマーク全体を見たときに、結構外れにある島に首都コペンハーゲンがあります。なんならスウェーデンに近いよ。海渡らなあかんけどね。街中を観光するときは、私はまずインフォメーションセンターによって街の全体像をつかむところから始めます。アナログの地図、これがやっぱり一番わかりやすいです。そして車は邪魔になりますから、一旦パーキングに預けることにします。星型の形で有名なカステレット要塞です。要塞の中に何があるのかなって楽しみにやってきたんですけれど、このような、何やろ、研究所、なんならお宿、これはやっぱり弊社のようで、軍人さんがビシッと門に立っておられます。4頭の牛に乗った王子ゲフィオン、この方女神なんですって。そしてこの4頭の牛はゲフィオンに姿を変えられた息子たちなんですって。ほんで牛にした息子たちがデンマークの統治を耕したそうよで。Thank you.
歴史博物館。あ、そう。わあ、素敵。コーヒーは自分で入れて後でレジでお支払いです。私たちはカード払い。